はい、お疲れ様です。今日もね、アルケランド動画を撮っていきたいと思いますけど、今日はですね、サムネにもある通りですね、まあ始めて1週間ぐらいでめちゃめちゃ後悔していることですね、取り返しのつかない3つのことという形でちょっとね、話をさせていただこうかなと思います。結構これね、最初わかんないからね、戻れるなら戻りたいみたいなね、形のところがあるので、ちょっとね、話をさせていただこうかなと思います。はい、でね、まず一つ目がこのね、マップクエスト、今ないんですけど、これ後でスクショ出ればね、スクショ出しとこうかなと思うんですけど、このデイリーとかにさ、マップクエストを1回クリアとかありますよね。でこれで必要なので、時間でね、多分これ出てくるんですけど、マップクエストね、今ないんですが、これがね、時間制限があるんですよ。ここにスクショで出しておきますけど、このような形で時間制限があります。なのでこれはもう一回復活するかどうかってちょっとわからないんですけれども、一回逃すと取れない可能性がありますので、ちょっとここは注意ですね。結構な数マップクエスト出るので、まあ、そのスタミナもね、使うんですけど、やっぱりこの経験値とかも稼げたり、まあ、アイテムゲットしたりとかできるので、まあ、逃さない方がいいのかなというふうに思いますので、ここは注意ですね。で一方でこのサブクエストの方、こちらはですね、ずっと残ってます。時間制限がないので、こちらに関してはあまり気にしなくていいのかな。サブクエストに関しては一つクリアすると次のが出てくるという形で連動している印象がありますね。なのでマップクエストに関してはちょっと時間を見てね、ちょっとこまめにやっていくのがいいのかなといったところになります。はい、でもう一つがですね、このストーリーのところのこの光ってるやつね、これが最初の時って結構逃してませんか。これ何なんだろうみたいなね。で、まあ、途中から気づいてみんな取り出すんですけど、始めた時ってこれ結構スルーしたり、まあ、これどころじゃなくてステージをねクリアすることに集中しすぎて取ってる場合じゃねえみたいなね、戦力的にもそんな状況に陥るんですけど、これは必ず取った方がいいです。戻れないんですよ、一回クリアしちゃうとね。はい、でこれはね、何なのかっていうと、まあこれね、何でもいいけど一発でいけないか、ガチャ券が落ちてるんですよね。まあこれだから、オートにして、自分はね、オートとあれをね、うまくマニュアルをね、うまく組み合わせてやってるんですけど、まあ最初のうちは、まあ、確実に取ってからオートにするっていう風にするのが一番いいかな。取り逃しなくね、やるっていうので、まあいちいち手動でやるの結構大変じゃないですか。最初は全部マニュアルでっていうのもあるんですけど、自分の場合はこうやって感じで、あ、戻りたかったな、今ちょっと戻ります、今のミスで。でこれでここね、これを取ると、これ取る、そうするとこれ、まあ、今回これですけど、時の雫だけど、まあ、これもいいんですけど、ガチャ券も落ちてるからね、かなり美味しい。であとはここから取ればオートにすればいいんで、まあ、こういった形でやるのが非常におすすめというか、ストーリーの宝箱、光ってるやつは取り戻せないんですよね。多分戻す術ないと思う。だそれは注意。まあ、特に無課金は、英傑のガチャ券は非常にね、少ないのでね、武器のガチャ券に比べると少ないので、ゲットできる機会が少ないんで注意ですね。はい、で、もう一つがですね、このアビリティなんですけど、これがね、めちゃくちゃ注意が必要です。最初の頃って、このアビリティを強くするにあたって、このできるところから、ポン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 やっちゃうと思うんですよね。ところが、ここの大きい丸のところね、このスキルのところで、必要なのが、例えば、このね、真ん中の列は大丈夫なんですよ。真ん中の列は大丈夫なんですが、この上と下のやつ、を見ると、ここのこれ、ケージの期限が必要なんですね。でケージの原石で大体可能なんですけど、まあ、ケージの原石はまあ誰でも使えるような、誰にでも使えるような、汎用性が効くやつなんで、まあ、このケージっていうのはね、とにかく重要なんですけど、数に限りがあります。でこの英傑をね、レベルを上げていくと、一つの、英傑をレベル上げ、マックスまで上げると4つかな、ケージの期限が4つもらえるので、おのずとね、これ例えば一番上の段だと1,2,3,4 なんですね。だからそれは1列はね、強くできるんですけど、下の方ね、上も下もってなると、ケージの原石も使わないといけないという状況なんですよ。でこれは
上だけしか強くできないとか下だけしか強くできないとかそういうことなくて、上も下もできるんですけど、要はね限りがあるので吟味しましょうって話。こういうふうに例えばこの強化4のところの上下が強くできる状態になると思うんですよ、この素材がゲットできればね。でそれもこれをね、どれを最初から強くしていこうかなっていうのを考えた上でやらないとめちゃくちゃ後悔する。これね、自分もね考えてなかったんで、この辺ね、例えばさ、これパッシブなんですよ、これパッシブのスキルだし、これもパッシブなんでね、パッシブなんてさ何個持っててもしょうがないじゃないですか。で結局どのスキルを選ぶかっていうのも選択しないといけないわけなので、取る必要がないのも取ってしまう可能性があるというところになります。なんでこの英傑ごとにやっぱりねアビリティを手をつける前にね、この英傑はこのアビリティでいこうというのを頭の中にね描いておくことが非常に重要です。これめちゃくちゃ後悔してる、何も考えずにやってたから、この辺も、うん、なのでちょっとね今始めてるよってアビリティどうしようかなって思ってる人はここは要注意ですね。はい、はい、ということで本日はですね、序盤ですね、どうしてもね後悔しがちな3つのことということで、話をさせていただきました。参考にしていただけると幸いです。このチャンネルではですね引き続きいろんな動画を上げていきたいと思いますので、コメントやね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではお疲れ様です。